ネル。はい、では今回ですね、プロラボホールディングスの佐々木会長にゲストをお越しいただいてます。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします、はい、簡単に自己紹介お願いしてもよろしいですか。私、株式会社プロラボホールディングスグループの代表をしてます佐々木博之です。53歳です。神奈川県生まれでございます。学生時代から企業を夢見て、30歳の時にフリーペーパーの会社で独立しまして、その後広告制作、いろんな会社のですねマーケティングのお手伝いをして、2007年に自分でブランドを作りたいっていう思いでですね、エステプロラボっていうインナービューティーのブランドを立ち上げました。我々の動画、物を並ぶことなくてですね、はい、ものすごい量の量になる。すいません、はい、なんか PR しすぎちゃいまして、モロモロ対ご紹介お願いいたします。はい、腸をきれいにするインナービューティーの商品ですね。酵素ドリンクとかお水とかサプリメントとか、インナービューティーの製品を扱っているインナービューティーメーカーでございます。腸をきれいにするインナービューティーを通じて、人類の健康寿命の延伸に貢献しようということで、世界ナンバーワンを目指している会社でございます。健康寿命の延伸、インナービューティーというところ、はい、初めて聞きましたっていう方、もしかしたら学生さん多いかもしれないですけど、はいはい、まあ、なかなか健康とか気にする世代でもまだ学生さんなかったりするんですけど、はいはい、具体的にこうどういった事業を展開されているか教えていただけますか。はい、そうですね、今全部で8つの事業を展開しておりまして、インナービューティーの商材を全国1万7200店舗のエステサロンとか美容室に卸販売している事業がメインでございます。それとですね、エステプロラボの直営のインナービューティーのカウンセリングサロンを全国で今9店舗ですね、させていただいてます。東京では銀座、青山、渋谷、六本木ヒルズなんかにも入ってますし、大阪、京都にもございますし、名古屋が最近松坂屋にオープンしました。そして福岡は天神の地下街にインナービューティーの相談ができるカウンセリングのコーナーがございまして、そこで我々社員のですね中で20名以上管理栄養士が在籍してまして、皆さんのですねファスティングをしたいとかですね、ダイエットのお悩みとか栄養関係のお悩みとかですね、カウンセリングをするような施設が全国に直営店でございます。それとですね、美容機器を販売している事業、そして財団法人でですね、医学レベルでインナービューティーとか腸内のこととかですね、体の栄養学を学ぶ資格制度を発行する学術団体を経営してたり、あとプロラボファームっていうですね、石川県で土の中の微生物を活性化させる無農薬農法を開発して、全国に無農薬野菜を宅配する事業もやっております。また医療法人を2つプロデュースさせていただいて提携してたりですね、全部で8事業ですね。あとすいません、最近ですねこの7月に世界初の会員制のインナービューティー寿司を麻布でオープンしまして、これはシャリが黒いんですよ。お寿司屋さんって白砂糖を使ったりですね、添加物が入ってたり、大型魚の水銀が溜まってる問題が今いろいろ世の中的に注目されて、我々は食べながら腸が美しくなる、そういう美腸とインナービューティーをコンセプトにしたお寿司屋さんで、黒いシャリっていうのはですね、エステプロラボがチャコールクレンズっていうですね、ヤシガラ活性炭、食用の炭のパウダーを開発しまして、それをシャリに混ぜて、炭がですね有害物質とかを吸着して、大型魚の水銀とか有害金属を吸着して出してくれるってことをコンセプトに黒いシャリにしております。全てが内側から美しくなるという、そういうことをコンセプトにした事業をいろいろ展開している会社でございます。こちらに並んでらっしゃるものごく一部ってことなんですね。まだまだ全部で今130ぐらいの商品の種類がございます。世界13カ国にですね、商品は流通させていただいております。特に若手の社員の方のご活躍、どういったものがあるか教えていただけますか。我々の会社が今160名から170名ぐらいの社員が在籍してまして、平均年齢が29歳30歳ぐらいなんですね。若手が活躍できる環境を持っていると自負しておりまして、新卒で優秀な学生さん入ってもらって、30歳ぐらいになるまでに役職がついてですね、自分のグループを持ってみたいな新入社員も増えてきて、20代後半ぐらいが一番会社を動かしているという
会社です。30から35歳ぐらいで重要なポストについてますし、逆に言うとね、40歳以上がすごい少ない会社なんですよ。そうなんですね。170名いても40歳以上っていうのは多分ね十数名ぐらいしかいないですね。で、僕は53なんですけど、50代も2名ぐらいしかいませんので、若手がですね中心になって自主的にアイデア出してですねやってってる会社だと思っております。これからの会社としての展望とビジョンがもしあれば教えていただけますか。今国内1万7200店舗に商品を流通させていただいてますが、海外は13カ国ですね、商品を流通させていただいてます。我々世界一健康寿命を伸ばすことに貢献する会社っていうビジョンを掲げてやってる会社でございます。世界一ですから、このインナービューティーの商品がですね、世界の街、例えばニューヨークだったりカリフォルニアだったり、今も上海とマカオ、あとベトナムのホーチミンにはエステプロラボホーチミンがありますし、拠点があるんですけど、これをですねやっぱりもっともっと広げていって、なぜ腸が大切なのか、なぜ食生活が大切なのかっていうのを、日本の伝統的な発酵飲料を中心としたですね、腸を元気にするための商品を活用してですね、世界中にインナービューティーを広げていきたい、食生活を通じて最後までピンピンコロリでですね長生きする世の中にしていきたいと。今後どんな学生を募集していきますか。何が一番大切かっていうと、素直であること、成長意欲があること、感謝する心を持っていること、この3つに尽きるかなと思うんですね。2つ目のね、成長意欲っていうのは、例えば向上心があるとか、少しでもねやっぱり成長して上に行きたいという意欲がある人は素直な人に多いと思うんですよ。素直だとね、我が邪魔せずにですね周りの良いものを見習って取り入れるじゃないですか。意外に伸び悩む人っていうのは素直さがなくて我が強いんですよね。だから素直な人は努力をして成長していく、そして成長していってもですね調子に乗らずに常に感謝の心を持っていればますます伸びていけると思うんですね。素直で成長意欲があって感謝できる学生に応募してもらいたいなって思っております。御社に入社することで得られることだったり経験だったりを教えていただけますか。はいはいはい、エステプロラボってブランドは実は2007年から14年間で世界13カ国まで上っていったんですね。その経営っていうのは誰のために、何のためにですねこの事業をやってるかっていう存在意義をですね確認しながらベクトルを合わせていく経営、これをまあ我々でいう理念経営ですね。この理念経営だけでもダメで、一番化戦略の経営ですね、これを掛け合わせた経営をですねやっております。その中で社員もですね自分の願望目的と会社の願望目的がですねオーバーラップするように自分たちで勉強してですねベクトルを合わせていくことをやってんですね。うちに入っていただくと必ず自分の人生の願望っていうのと向き合うことができるんで、それでまた自分のやりたい方向性が整理できる、そして勝つための戦略、経営に近い立場で一緒にこう考えて学べる環境があると思います。成長というキーワードをすごい大事にしてるんで、個人の願望を明確化して会社の仕事を通じて人間的に成長できる会社を目指してるんで、簡単に言うと成長できる環境が絶対にプロラボにはあると思いますんで、通常の会社だと50歳でやるようなことを20代でチャンスを与えますんでね、成長意欲が高い学生にとっては魅力があるんじゃないかなと考えております。最後ですね、御社を志望される学生に向けてメッセージを言っていただいて締めたいと思いますので、はい、お願いします。はい、今世の中はデジタル化が進んでるけど、どんなにデジタル化が進んでもこの食、そしてインナービューティーっていうのは絶対どんな AI の時代になっても必要なことです。腸に良いものを食べて健康寿命を伸ばしていくっていうのは将来性の高い事業分野だと思います。我々今メジャーリーガーさんもオリンピック選手もモデルさんも芸能界もですねプロラボの愛用者が多いと自負しております。そういう意識の高い人にどんどん広がっている中で、これから世界にナンバーワンに向けて成長していきますので、20代30代で活躍したい、うちのグループで社長をやりたい、役員になりたい、そういう成長意欲が高い人にですねぜひ集まってきてもらいたいなって心から思ってます。はい、ということで、今回プロラボさんにお越しいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。どうもありがとうございました。